沼津港商店街、2番線地図沼津、港商店街とは、静岡県沼津市にある沼津港東方の飲食店、土産物店などの店舗を中心とした商店街。沼津お市場の東隣の4区画の店舗群が中心となっているが、沼津お市場の南北に隣接した沼津港新鮮館、沼津お市場井野の飲食店、土産物店や沼津港の北を横切る。 港大橋通り周辺の飲食店、土産物店なども商店街に含まれている。中心的な四区画は、北東の区画が大信センター食堂街となっており、西側の魚市場方面からそこへ直行できるように、北西の区画の中央を横断する形で、大信センター海崎市場というアーケード街が作られている。また、南東の区画が沼津港、 春色鳥街という名称の商業エリアになっている。なお、中心的な四区画の北西隣の区画には、沼津港深海水族館を含む、港83番地という名称の複合観光施設があるが、そこの飲食店、土産物店は、沼津港商店街には含まれていない。北方沼津港新鮮館北西、区画北東区画南西区画南東区画沼津を、 市条維の北方沼津港新線間北西区画北東区画南西区画南東区画 JR 沼津駅南口から路線バスで10分程度中心となる4区画の南西南東区画の南端に約450台が駐車可能な専用の有料立体駐車場沼津港パーキングがあるまた北東区画の大野部センターにも約75台が 駐車可能な専用の有料駐車場がある。さらに、沼津お市場の南西隣にある、沼津お市場イノを利用するのであれば、施設前の道路の両側が無料駐車場になっている。ありがとうございます。